海外行きたいね。ジャカルタ本当に楽しかった。サッカー、タピオカって台湾か。さあ、メールで昨日か一昨日に送ったんだけど、あの舞台がお団子なんですよ。お団子だけど最後の方でこういう、あ、まさにこれ今日このまま帰ったから、こういう巻き髪にお団子から戻さなきゃいけなくって、一公演の中で、でお団子してたら外したらここら辺がめっちゃモハーってなるんですよ。だからストレートアイロンでこう根元からこうやって全部ストレートアイロンしてまた巻き直す、巻くっていうのを、もう一日にお団子してストレートアイロンして巻いて、お団子してストレートアイロンして巻いてっていうのを2回やってるんですよ。今日は1回だったんですけど、もう明日からほぼ全部2回やるから、もう本当に本当に髪の毛が心配で、そう本当に本当に髪の毛が心配なんですよ。そう、あの絶対私は髪の毛傷んで戻ってきますので悲しい宣言。本当に本当にちょっとでも痛まないように頑張りたい。でも救いなのは本当に染めたりしてないから、多分それでまだ保ててる。私そこまでめっちゃ美意識が強いとかってわけじゃなくて、なんか物にもそんなこだわってないし、あ、シャンプーはこだわってたんですけど、でもホテル生活でホテルのシャンプー使ってるし、なんか洗い流すトリートメントとかも絶対つけるけど、絶対ここのとかはそんななくって、それでも割と傷んでない髪の毛を維持できてるのは本当に染めてないからだと思う。染めれるとしたら何色にしたい？もう真っ白みたい、なんか金髪じゃないけどハイトーンに人生で一回はしてみたいですね。そう、そうなんですよ。でもこれをやりたいって思うのも若い時だけだと思うし、そういつかでもやりたいな、いつか生きてるうちに。
日本はもう桜ですか。え、なんかさ、桜開花宣言みたいなありました？さては。なんか若干見た気がする、そんな言葉。あ、まだ。まだでした。失礼しました。まあそっか、だってまだ3月で早いもん。まだか。あ、でも咲いてる種類もあるんか。勝手に宣言するの間違いない。失礼いたしました。私はまだ今年見てないですね。え、梅の花も見てないです。やばい、悲しい。ちゅうちゃん花粉大丈夫？大丈夫です。この時期のやつ全然なんともなんもすんともないです。でもなんか花粉すごいって言いますよね、なんかここ最近。何もアレルギーない。いや、あるけど、花粉、あ、花粉もねあるんですけど、なんか調べたらあったんですけど何か忘れたし、時期も、時期いつだっけ、春か秋。大体そうか。一応花粉症ではありますけど、この時期のは大丈夫。暖かくなってきたから桜も早くも。え、今日本当に暖かかった、東京。本当に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 暖かかったです。え、昨日も暖かかった。昨日はねお休みで、なんと大親友ちゃんと美術館に行ったんですよ。そう、美術館に行って、でも暑くて上着脱いでた。美術館意外な、そう、本当は江ノ島に行こうっていうのを話してたんですけど、江ノ島行こうってなってたんだけど、ちょっと大変かもってなって、そう、美術館でのんびりしてご飯食べて、で、あのお茶しました。そう、ふーちゃんシェイクシャック食べましたよ昨日。六本木の森なんちゃら美術館の展示を見に行きました。で、近くにシェイクシャックがあって食べて、でその後お腹いっぱいになって東京駅まで歩こうと思ったんですよ、なんか散歩みたいな。あ、東京駅じゃない、東京タワー、なんか近いらしくて 2,30 分で着くっぽくって、そうで歩こうと思ったんですけど5分ぐらい歩いてなんか急に寒くなってきてやめて、でも本当にじゃあ何するってなって、2人ともすることなくて、あのしたいことなくて、もう再生で食べろっかってなってサイゼリア行って、そう、ずっと話してました。マジで高校生でバイバイした。私本当にふーちゃんと遊ぶと
あのハンバーガー系を食べることがめちゃくちゃ多くて、昨日もだし、ちょっと前にふーちゃんの誕生日近辺に会った時もハンバーガー屋さん行ったし、だいたいどっかで食べるってなったらマック行くし、ユニバでもハンバーガー屋さんばっか行ったし、うん、なんか普通にハンバーガー好きですけど、ふーちゃんとのハンバーガー率がもう尋常じゃないそう、シェイクシャック初めて行きました。なんか差し入れでいただいて食べたことは2回あるんですけど、自分で行って自分でそうお店で食べるのは初めてだった。びっくりしました。いいお値段でしたそう、めっちゃ美味しかったです。マジで美味しかった、本当に美味しかった。そういいお値段だったけど、もうその分めちゃくちゃ美味しくて感動しました。感動しながら泣きながら食べました。真顔でさらっと嘘つく泣いてはないですけど、泣くぐらい美味しかったです。ほんま美味しかった。なんかもう本当に何も分かんなくて、どれがどうとか。でもその差し入れでいただいた時にチーズがポテトについてるやつ食べてめっちゃ美味しかったんですよ。でそれ言ったら、あ、これですねって言われて、ハンバーガーは一番無難なやつ食べて、トマト抜きで、でポテトはチーズのにして、飲み物はなんかいっぱいあったんですよ。なんかいっぱいあって、その時めっちゃ喉乾いとって、炭酸系にしようかなと思ったんですけど、でもなんか悩んじゃって、店員さんにおすすめありますかって聞いたら、シェイクシャックなのでシェイクですねって言われて、え、シェイクシャックのシェイクって飲み物のシェイクなんかと思ってびっくりしました。だからシェイク頼みました。でシェイクのあの大きいサイズの方頼んだんですよ。なんかマックの感覚でマックぐらいの量のシェイクかなと思って、あの大きいサイズの方を頼んだら、めっちゃ大きいシェイクが来てびっくりしました。アメリカンサイズシェイクだった。美味しかった。インスタに載せます。バニラ、バニラじゃないや言っちゃった。あのシェイクもいろんな味があったんですよ。なんかほうなんだこりゃみたいなのもあったけど、結局バニラにした。バニラが危ないよね。確かに間違いない味。でも大体シェイクってバニラ、チョコ、ストロベリーがあるじゃないですか。私本当にこれが一番好きっていうシェイクの味が本当になくって、もう全部五分五分ぐらいで、行った日の気分で変わる。本当にシェイクだけはどれも美味しくて、なんか絶対この味が1位みたいなのがないです。すごい、シェイクってすごい。
シェイク DD なんやね。うん、シェイク DD です。もう SD シェイク、あ、 SND、 え、 SND シェイク何でも大好き。しようね。でもシェイク家でも作れそう。バニラアイスいい感じに溶かして、いやでも絶対できないよね。シェイクは、お店のシェイクは作れそうで作れない。ジョーに決める。ふーちゃんが出た、うん、まだやってないよ。時差でやるスタイルです。ふーちゃんのこと、地方永遠ですよ。マジでふーちゃんの考え方が好き。なんか悩んでることとかふーちゃんに言ったらマジで、あっけらかんってする。あっけらかんってなります。単日植物みたいなね、絶対やりますよ。絶対呼びますよ。一回は絶対します、最低でも。私の卒業コンサートはふーちゃん合わせで日程を決めるので、卒業も一個も決まってないですし、コンサートできるとも全然決まってないんですけど。まだ一個もしませんよ。でもすごいですよね、6年って。私こんなに物事が続くことって本当にないから、うん、感動。しかも6年ってさ、1年生から6年生までじゃないですか。なんか小学校はなんかなんだかんだ長く感じたけど、この6年間は本当にあっという間、本当に本当にあっという間です。
感謝祭って、感謝祭、大感謝祭、皆さん忘れておりません。着々とお楽しみに楽しみにです。そう遠くないです。HPR 部隊の方はリンク乗るんだろうか。乗るよ、絶対絶対に。7人で PR 部隊ですからね。一番最初に出したと思うちょうちゃんの生写真持っています。恥ずかしい私の過去一番漏れてる生写真、生写真っていうかな、息をする心の特典の一人のソロカットの本を電車で持ってる写真、ベレー帽のが私の STU 人生で一番漏れてる、なんかそういう生写真系のやつ気がします。自称そう、超お気に入り、あれめっちゃいい。今日はこの歌が離れん。ソロぼっち。お礼をしたいと思います。20位ロッサさん、19位のりふみさん、18位もや太郎さん、17位アッキーサラ大好きマンさん、16位おじゃまるさん、15位20世紀ともちゃんさん、14位シグさん、13位キョンシーさん、12位岡山オレンジさん、11位つりけんさん、10位グリオティーヌさん、9位アポロンさん、8位おいでます元気さん、7位のぞみ4号さん、ラッキーセブンと、6位ととみちさん、5位ユリアピースさん、4位北江さん、3位電化街さん、スリースリー、2東京のスワンさん、ツーツー。そしてそして第1位はヒュン、よいちさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです、イエイ、ありがとう、ありがとうございます。今何時なんだろう。私さ、その前の配信で時計の電池を取ったので、ちょっと時間が分かんない。
おお、11時26分結構体内時計私合ってますね確かにスクショタイムしようかな。なんかさ髪の毛今日誕生日が見えた気がするんだけど、間違え違った、今日も長風呂だったカメラ見えたけんさ、今日誕生日が見えたと思ったら今日長風呂だった。今日も長風呂します。シャキン、どうもありがとうございました。よいしょ、リモコンが電気の。それでは皆様おやすみなさい。早く寝てください早く寝て明日に備えてください。バイバーイ、おやすみ。